今回、今シーズンのチームは、ジュニアウィンターカップの予選に負けちゃったんですけど、全国のクラブの全国大会愛知で行われるそこには出場権を取れたのでしっかり、そこに向かって今やってる段階です。で今ちょうど1ヶ月切ったぐらいなんですけど、これから練習ゲームとか何本か入っていく中で、大会までにしっかりとチームを作り上げていきたいなと思ってます。キャプテンとしてやっぱチームをまとめることが必要だと思うので、チーム周りを見るっていう力とか、今どういう状況なのか、チームにとって何が必要なのかとかよく考えたりします。ディフェンスいいからしっかり頑張ろう。最後に、はい、じゃあ、ゴー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 、ノーミラル、ノーミラル決定しよう、ノーミラル。個人として良かったところは声も出てたし、自分がやるべきことをちゃんとやれてたんで、そこはいいところです。チームとしていいところはやっぱきつい時こそ全員で喋って、あとコミュニケーション取ったり、あと全員で盛り上げたり思いを伝えたりするところはいいと思いました。これからの課題は、今日学んだこととか、まだチームとしてコミュニケーションとか全然まだ足りてないと思うので、そういうところを徹底していって、で全国大会に向けてこれから準備していけば絶対いいチームになると思うんで、はい。
東との試合は、まあ、相手が高校生っていうのもあったんですけど、まあ、そのディフェンスのコミュニケーションのところが、まあ、声出す、まあ、オフェンスもそうですし、あとチームが悪い時に、誰か選手がこう声をかけるっていうところ、いい時に声を出せるのは当たり前ですけど、この悪い時に、いかに声を出せるかっていうのをずっと言ってるんですけど、やっぱそれができてなかったかなというふうに思います。で、まあ、全国大会がもう近いので、まあ、それに向けて、今後いい準備ができるように、練習試合をやっぱ今多くしてるんで、やっぱ練習では得られないものっていうところは練習試合はあるんで、まあ、そういうところはもう時間はないんですけど、いい準備ができるように僕もフォローしていけたらと思います。そうですね、最近すごくチームとしてチームの状況すごくいいと思うんですけど、やはり今日の練習試合のところで、もう一つチームとしても何かこうステップアップすべき、こう全国で戦っていく上で何かこういい材料になるような練習試合になったかなと思います。やはり点数どうこうっていうよりも、浩平さんヘッドコーチも言われたんですけど、その流れが悪い時にチームとしてどういう風に戦っていけるかっていうのが、これからのウォッチャーのシーとしての課題になるかなと思います。また明日も練習試合なので、高校生としっかりそこの改善点を意識して選手たちと一緒に戦っていけたらなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。中学校のクラブとやって、高校生とやって、中学校の時は良かったんですけど、やっぱ高校生になると、まあ、っていうか自分の実力よりも上のチームと当たると、やっぱどうしてもこう押され負けちゃうというか、そこに戦えないシーンが、まあ、今日久々ですけど今シーズンは出ちゃったのがすごいもったいないなと思った部分と、とはいえ大会前にこうやって課題が生まれたのはすごくいいことだと思うんで、明日ね、幸いゲームがあるんで、そこをちょっとどう彼らが、明日も高校生なんで対処できて、できるのか、チャレンジできるのかっていうのをちょっと見てみたいなと思います。いい日でした。ありがとうございました。